イザヤ書第16章。彼らはセラから荒野の道によって子羊をシオンの娘の山に送り、国の司に納めた。モアブの娘らはアルノンの私でさまよう鳥のように巣を追われたヒナのようである。愛はかってことを定めよ。真昼の中でもあなたの影を夜のようにし、さすらい人を隠し、逃れてきた者を渡さず、モアブのさすらい人をあなたのうちに宿らせ、彼らの酒どころとなって滅ぼす者から逃れさせよ。教えてあげる者がなくなり、滅ぼす者が絶え、踏みにじる者が力絶たれた時、一つの玉座が慈しみによって固く立てられ、ダビデの幕屋にあって、裁きをなし、公平を求め、正義を行うに速やかなる者が真実をもってその上に座する。我々はモアブの高ぶりのことを聞いた。その高ぶることは甚だしい。我々はその誇りと高ぶりとそのおごりとのことを聞いた。その自慢は偽りである。それゆえモアブは泣き叫べ、民は皆モアブのために泣き叫べ。全く打ちのめされて、キルハレセテの星ぶどうのために嘆け。ヘシボンの畑とシブマのぶどうの木とはしぼみ衰えた。国々のもろもろの種がその枝を打ち落としたからである。その枝は先にはヤゼルまでいたり、荒野にまではびこり、そのつるは広がって海を越えた。それゆえ私はヤゼルと共にシブマのブドウの木のために泣く。ヘシボンよ、エレアレよ、私は涙をもってあなたを浸す。時の声があなたの果実とあなたの収穫の上に降りかかってきたからである。喜びと楽しみとは土越えた畑から取り去られ、ブドウ畑には歌うことなく、喜び呼ばわることなく、酒舟を踏んで酒を絞るもねなく、ブドウの収穫を喜ぶ声は止んだ。それゆえ我が魂はモアブのために、我が心はキルハレスのために、ことのように鳴り響く。モアブが高きところに出て己を疲れさせ、またその聖女に来て祈っても効果はない。これは主が先にモアブについて語られた御言葉である。しかし今主は語って言われる。モアブの境はその大いなる群衆にもかかわらず、雇い人の年期と等しく3年のうちに恥ずかしめを受け、残れる者はまことに少なく力がない。